はい、皆さん、こんにちは。ですね、禁煙を3日前ほどから始めまして、ですね、余ってた、タバコが大量にあったので、全部燃やしてみようと思います。それではですね、まず燃やすものを、大量にありますので、紹介していきたいと思います。まずは若葉です。こちらが、ここから長くなりますよ。ちょっと長くなりますよ。若葉が4本入っております。そして、キーススリム。キーススリムが、結構残ってます。こんぐらい残ってますね。なんでこんなに大量にあるんだろう。俺もわからないよ。ピース、ショートピース。が、こんだけ残ってます。わぁ、残ってんな、もったいねえな。ショートホープ。も、こんだけ残ってます。よいしょ。で、クールの、エスケープの、やつも、はい。5本ほど。残り。はい、エコー。エコーが何本残ってんだ？ああ、こんだけ残ってますね。ゴールデンバット。バットちゃんが、はい、こんなもんです。結構残ってんな。ハイライトが、こんだけ残ってます。うわ、めっちゃ残っとるやん。俺、どんだけ金使ってん？ 1 ヶ月にどんだけ金使ったの？はい。セブンスターの、リアルスモーク。こんぐらい。ウエストの、8の、メンソール。こんぐらい。フォールモール。赤。はい、こんなもん。で、ガラムの、スーリア。3本か。3本。3本と、フロイドが、こんなもん。なんで、セブンスターのボックスが、はい、こんなもんです。マジ全然捨てねえわ。なんでこんなの残ってるんだ。セブンスターのリアルリッチ。はい、こんなもん。買って知ってないのが多い。ゴールデンバット。これ、未開封。一箱。未開封かよ。ウィンストンの X スタイル。こんなもん。で、ガラムメンソールが、3本。そして、メビウスの8ミリのオプションイエロー。これまずかったやつ。はい。こんだけ残ってます。そんで、あとは、なぜか、レアな、超激レアのソーブラニーのブラックロシアンがなぜか、残ってて、俺も今さっき、ね、見たら、10本、2、4、6、8、10本残ってマジでこれ1000円くらいするんだけど。これ1000円くらいするんだよ。ボヘムシガーのナンバー6。こんなもん。で、あとは、レアタバコ。マッチョ。レアタバコのマッチョが、ほとんどこれあれだな。これまずかったんで。葉巻ですね、ほぼ。こんなもん。残ってて。で、カズベックオーバル。これもほぼ未開封だな。未開封っていうか。ってない。カズベックオーバルこんなもん。残り、そして、ブラックストーンバニラ。これはリトルシガーだっけ。ハマキ。はい、こんなもん。ほぼ知ってない。まずかった、ね。コイーバの紙巻きが、こんなもん。そして、アークロイヤルのワイルドカードが、
はい、こんなもん。そして、これが、アルカポネポケッツが1本。ふぅ。あらかた終わったな。が、しかし、実はまだあるんですな。実はまだまだありまして、紙巻きは終わったです。紙巻きは終わりました。はい、じゃん。手巻きタバコのドラムオリジナル。これは、結構あるね。中身はもう見せなくていいだ。結構あります。ほぼ吸ってない。そして、ペペのリッチ、ペペのリッチグリーン。これも結構残ってる。はい。ナチュラルアメリカンスピリッツと、結構残ってるというか、ほぼ吸ってない。マックバーレンの赤。これもほぼ吸ってない。チェのシャグ。はい。これも、だいぶ残ってる。はい。そして、ゴールデンバージニア。これも、まあ、割と残ってる。で、バリシャグのハーフスワレー。これも、かなり残ってる。カプチーノ。これもかなり残ってる。マックバーレンの、ハーフスワレシャグ。これもかなり残ってる。はい。で、あと、不明なやつが、瓶に、これは、知りません。何なのか。多分、瓶にマックスに入ってるんで、なんでしょう、シャグです。こっちにも入ってます。これはまあ、こんぐらい。こんぐらいです。そして、さらにまた、ここにも、3個目、不明なシャグがあり、そして4個目、これも不明なシャグが、あり、で、これはあれです。鍵タバコじゃねえ。なんだっけ？あれ。あれだよ。なんだっけ？あれです。これ。そして宝船とこの、これね、小粋ですね。小粋。小粋は、残ってるな。全然残ってる。さっきのやつも小粋なんで。残ってる。だいぶ残ってる。はい。ということで、全部が終わりました。総額、いくらになるでしょうか？知りません。それでは、ね、燃やしに行きたいと思います。はい、どうも。ですね。燃やしますけども、どうするかな。参ったな。はい、どうも。ですね。早速燃やしていきたいと思います。とりあえずですね、こんな感じで、やってみました。それではですね、このラッキーストライクの、マッチで、点火していきたいと思います。多分、しけってつかないので、ここに置いて、直接、ライターで、火を、つけたいんだけど、ちょっと片手だときついな。消える。もうダメだ。もういい。もうライターでつける。風が強い。
風が強いですね。燃えねえな。こいつにちょっと点火したいんだ。これで燃えるろ。怖いんで、ちょっと。あ、ちょっとカメラ。よし。これは来るぞ。あれ？消えた？あ、なんか消えたくせえな。おい。そこまで来て消えんのかよ。風が。燃えろ。熱い。くせえ。あ、燃えてるな。もったいないですね。こう見るとタバコも。かなりなんか、まあ1ヶ月にだいたいいくら使ったかな。4500円ぐらい計算したらね、1ヶ月に4500円ぐらい使ってたみたいなんで、もったいないですね。つかねえんだけど。かといってこいつらもつかねえしな。手巻きタバコやっぱついてもぼわーっと火は上がらんよね。あー、バニラの香りがするわ。くせ。くせ。超くせ。あ、崩れる。あ、つかねえな、これ。爆発動画的な感じになりそうな気がして嫌なんだけど、ものすごく。熱い。着火マン的なの持ってきた方が良かったか。お、着いた。お、来ました。発火しました。いや、だけど、あれか。ただ単に、マッチが火ついただけじゃん。うわぁ、これはあかんぞ、これ。全然燃えんぞ、これ。あかんな。これはやはり最終手段に出るしかないか。ちょっと地味にここは燃えてんだよ。かなり地味だけど。タバコは燃えづらいね。さすがにボワボワっとはいかんか。あれ？まさかこれ。あ、あかん。これ、なくなった。
はい、チャッカマンを、来ました。取ってきました。くっさ。くっせ。チャッカマンで燃やす。チャッカマンで燃やすぞ。くっせ。さすがにくっせえな。くっさ。ビニールの。ビニールを焼けてるわ。チャッカマンやれ。さっきからすっごいバニラの香りがしてます。ついたけどなんか微妙だな。全然燃えねえな。こいつらに火をつけた方がいいか。ちょっとずつくすぶってはいるんだよ。ほら。くせ。なんだっけ、オイルライターのオイルぶっかければ間違いなく燃えるとは思うんだけど、ちょっと危険なんだよ。確実に危険なんだよ。つかねえなぁ。こう、いい感じにこう、お、いい感じに燃えてきたか。あ、燃えてきた、燃えてきた。燃えてきました。くっせえ。くっせえ、マジくっせえ。マジくっせえ、これ。煙は出てんだけどね、火が立つことはないですね、ほぼ。おとなしく捨てた方が良かったか。それだと面白くないんだよな。うわ、なんか黒い煙が出てる。これはあかんわ。
タバコって基本的に不完全燃焼だからあんま燃えないんだね。詰まるとこ燃えないんですね。もうちょっと豪快に燃えてくれると思ったら全然燃えないですね。くすぶってはいるんだよな。くさ。火起こし動画バーンとか爆発しないでくれよ、マジで爆発トラウマなんだから、これ。
ちょっと風が強いかな。今日ちょっと風が強いからあれなのかもしれない。ここにもつけとく。ちょっと。これさ、部分部分でさ、全部つけたらいいんじゃない？こうやって。この、くすぶってる部分部分でこう全体的につけていって。くせ。ホープお前頑張れ、火をつけ。ホープさんならいける、ホープちゃんならいけると思いたいですが、足が疲れた。ホープちゃん恋バ、恋バ頑張れ、恋バ、恋バ頑張れ、恋バ。お、結構ついたんじゃない？まあ、微妙だな。火が安定しねえわ。進化した全然つかねえな、俺。もうこれライターもなくなってきたんだわ。おい、大丈夫か。おい、ライターちゃんもなくなってきたって。チャッカマン、チャッカマン頑張れ、チャッカマン、チャッカマン頑張れ。買わない。買った。なんかめっちゃ硬くなってきた。チャッカマンが。つかねー。え？あ、チャッカマン死んだ？まさかの。いや、まさかな。まあ残ってんだけど。いや、まさかチャッカマンまでよ。なくなってしまうという。くさくさくさ、小池があった。小池君に決めた。くせえ、小池さん。疲れたよ、パトラッシュ。座るの疲れたよ、パトラッシュ。パトラッシュ、ちょっと。つかねえじゃん、おい。どうしてくれんだよ、この企画。企画倒れじゃん、完全に。おい、つかねえぞ、これ。進化した。火の中にぶっ込むっていう方法しかないな、これ。こいつらに火をつけるというよりは。
全然燃えへんし。ダメだこれ。これは、あれだな、最終手段だな。最終手段のあれに出るしかねえな。くせ。最終手段のあのオイルをぶっかけて燃やすという。くせ。つかねえこいつ。もうダメだ、オイル持ってくるしかねえわ。ジッポーのオイルでかけたんですが、そしてね、じいちゃんとばあちゃんがちょっと来まして、で、まあ、もったいねえもったいねえって言ってました。結局全然燃えねえな、本当に。ああ、全然燃えねえな、マジで。くそ。ただね、こいつはね、やると危険なんで、この火が燃えてる状態でかけると、多分かなり危険だと思うんですよ。おそらく。俺が導火線みたいな感じで、俺の方に伝ってくるんじゃないかなと。思うんで、ちょっと危険なんですよ。マジで。怖いな。恐ろしく怖いな、なんか。怖え。怖え。怖っ。お、結構、あれじゃない。煙出てきたよ、ほら。怖え。お、もくもくと煙が。やっと安定してきたか。なんかね、あのじいちゃんがね、あの燃やすもんあったら燃やすって言ってて、俺が燃やすわって言ってました。燃えてきたんちゃう？ほら。ほらほらほら、結構燃えてきたよ。結構燃えてきたよ。結構燃えてきたよ。結構燃えてきたんちゃうの？さす
すがジッポーライター、ジッポーライターちゃうわ、ジッポーオイル。確かに吸わないで捨てるのはもったいないですね。ばあちゃんの言う通りではある。いい感じに火が立ってきたような気はするんだけどね。臭い。お、結構いいんじゃない？お、勢いが良くなってきたぞ。これはもうジッポいらんぞ、これ。ジッポ多分もういらんぞ。ジッポ。ジッポいらんぞ。よいしょ。よいしょ。いや、なかなか燃えねえな。煙は出んだけどな、燃えねえんだ。いや、いい。お前さえ見えんのもな、塩気が舐めろ、もういな。え？塩気な、もういね。ああ。これはどういうのな。カサリンか。カシじゃねえよ、これ。タバコ、これタバコだよ。タバコない。いや、だから、オイルライターのオイルぶっかけて燃やそうかなと思ったんだけど。オイルだよね。オイルだとすっげえ燃えるっけ。ずやずやがゴミ箱でって一瞬さっきめた。ああ、すげえだ。あんまりチーズ気分だ。うん。チーズ気分だね。あんた結束気分がね。いや、なかなか消えねえさ、これ。ないな。逆に。燃えたらまずいさ。また火事あるけども。今日かもしんな。燃えねえもんだよ。うん、大丈夫。立てればいいよ。さあ、これだな。うん。これ棒にちょこっと立てればいいのかな。ダメやか。うん、なんですね。ダメやか。足で切っとかし。ああ、足で切っとけくれ。切っときダメや。ああ、分かった分かった。燃やすね。ああ、分かった分かった。大瓶でダメだ。大瓶でにもダメだ。大瓶でにダメだ、これだ。ダメや。うん。水だけダメですよ。足でこう。どう？ あ、まあ、いいって、俺がやっとくて。で、今か？見守っとくわ。見かけたんだよ。ああ。燃やすって、燃やす。いや、燃えようもさ。うん、ダメだ。いや、こっちでも何でも燃えるもんだろう。大水でも燃えるもんだろう。何だよ、このまま。あっちのもん。俺、かっちにしてんだ。いや、何、どんぐらいの燃やす。
何なんだ今の。塩入れてきて、塩入れてきて、水かけねえやん、塩入れてきて、あすねきて、俺はうまいすぎる。今度はダメだ。微妙だな、やっぱな。消えかけてきた。くそ。煙は出てんだけどね。煙は出てんだけどな。やっぱ炎の中にぶち込むぐらいのあれじゃないと多分燃えないね。タバコ単品でやっても多分燃えないですね、ほぼ。煙ばっか出て燃えねえわ。くすぶってるだけ。全然ダメだね。くそ。火の手が上がらん、全然。全然燃えねえじゃん。ああ、どうすっかな、これな。
画中止すっかこれ。企画だこれ、これ、これ。仕方ない。もう一回ちょっとこのオイルを使ってもやしに。でも結局さ、その時だけ燃えてさ、結局さ燃えないんだよね。なんか怖いな。さすがに怖くなってきたな。うわ、怖え怖え、ここはさすがに液体のあれが気化すると爆発する可能性があるからね、怖いですよ。さすがにいや燃えねえな。よっ、消すか。じゃあ今多分無理だな。消えない消えない、てかもうつかない。火がね、まあ後でじいちゃんが燃やしてくれるらしいんで、踏み消して、とりあえずこの火を見守り、全然だね。ちょこっと燃えるんだけど、また多分消えるんだよね。おそらく消えるんですよ。ほら消えてきた。ということで今回の企画は失敗です。完璧に失敗ですね。消そう、ダメだこれ、もう完全にダメ。ボツ、こうやって広げとけば多分消えるんで、とは思うんですが、大量にあるな。ちょっとくすぶってるのが、ちょっとくすぶってるわ。